レノファー山口ディフェンダー4番福本選手にお越しいただきました。今日は残念ながら勝ち点を逃してしまいましたが、今日の試合振り返っての感想をお願いします。まあ、2点取った中で、まあ、3点取られて負けたんで、まあ、やっぱこういう試合をものにしていかないと勝つチャンスないと思いますし、まあ、ディフェンスとして今日3失点してるんで、まあ、そのことを本当反省して本当次の試合に生かしていかないと、もうどんどん残り少なくなってくるんで、まあ、今日の試合はもったいないなと思います、ね。はい、そんな中でも今日福本選手、まあ、今季初ゴールで、先制点、点を取りました。今日のゴールシーンも振り返っていただけますか。まあ、チームとして早く始めるというのは狙っていたことですし、まあ、小塚が上げたボールが良かったので、まあ、中を合わせるだけだったんですけど、まあ、もっともっと自分自身も、まあ、これが初ゴールなんで少ないと思いますし、まあ、やっぱセットプレーで取れたら試合も優位に、だったりこう流れを変えたりできると思うので、それはもっと狙っていきたいですけど、まあ、何よりやっぱ結果につながったら、つながらなかったのが、まあ、一番悔しいですね。はい、それでは実節に向けて一言お願いします。もう僕たちは本当に勝つしかないですし、上を目指していくしかないので、まあ、相手がどこだろうと、やることは変わらずに、やっぱりこうひたむきに走ってみんなでボールをつないで、で全員で守っていくことを本当に高いレベルでやらなきゃいけないと思うし、やっぱそういった部分で今日は大分の方が最後決めた時に走ってたと思いますし、自分たちがやっぱ決めるところだったり、まあ、2失点目の自分自身のミスだったりっていうところで、やっぱミスが絡んだり相手に走り負けたりしたら勝てないと思うんで、まあ、そういうところを厳しく突き詰めながら、また次の試合も頑張りたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。